F1 型とも、同系艦2隻。イタリアフィアット社が設計したロレンチ型潜水艦を日本でライセンス生産したものである。手機はフィアット型ディーゼルを輸入した。建造は川崎造船所で1920年に竣工した。竣工時の名称は第18潜水艦並びに第21潜水艦である。本型は船体の強度に難があり、また、 初期のディーゼルの信頼性も低く実用上問題があった。1932年に両艦除籍、戦歴は特にない。竣工した両一型はクレチンジュフ席となり、当初 S 型、海中一型、海中二型からなる第14潜水隊に編入された。その後クレチンジュフと横須賀チンジュフで潜水隊を育成してきた海軍は、 佐世保鎮守府にも潜水隊を配置することとし、大正9年12月1日に潜水隊を編成。スケチンの固有番号が与えられて、第21潜水隊となった。編成と同時に、佐世保鎮守府席に改められ、佐世保鎮守府佐世保防備部隊に配備された。船体構造の欠陥から、潜航深度20メートルが限界で、また、 初期のフィアット式ディーゼル機関の整備が難しく、計画速力を達成できないなどの問題があったため、艦隊に招集されず、昭和7年4月1日に所属艦が除籍されると、同時に解体された。ありがとうございます。